さん、こんにちは。ノイロン番組のノイロンです。ね、もうね、みんな多分寒い、結構寒くなってきたと言ってる時に、私は半袖、Rパーカーを着ております。これは部屋着なのでね、Rパーカー。でも結構ね、部屋着とか行ってきながらね、いろんなところに行く時はこれ結構着てる。うん。今日は、Everyday 餃子店でゲットしたスクイーズを紹介したいと思います。結構取ってきました。しかもね、新作スクイーズばっかでしたね。本当にすごい良かったです。楽しかったです。じゃあ紹介していきましょう。カメラチェンジ。まずスクイーズじゃないんですけど、めっちゃ触り心地のいい牛乳瓶。おお、やったじゃん。めっちゃ触り心地いい。見てこれ、ミートボール。続いては、まあ、あるあるなんですけど、お水スクイーズですね。はい、もう開けちゃう。ゲット。水スクイーズ。うわ、すっごいプラスチックの音が。これまた新しいね、音フェチじゃん。すごい。はい、続いて、なんとですよ、あのディズニーのあれがスクイーズになりました。ディズニーにあるやつ、トイストーリーって書いてあります。あのトイストーリーって書いてあります。私ね、これケース持ってんだよ。てってれん。これが本物のディズニーのリトルグリーメン版なんですけれども、これいつもスクイーズなんないから、スクイーズなんないから。うわ、めっちゃ触り心地いいんだけど。何これ、やっぱめっちゃ良き気なんだけど、やばい、めっちゃいい、本物のやつみたい。めっちゃ伸びるし、すごい、これめっちゃおすすめ。めっちゃいいんだけど、見て、こんなに伸びるよ。でもわかるかな、めっちゃいいんだけど。これこんなにいいスクイーズ久しぶりに触ったわ。もうスクイーズ感がやばい。やばくない、こんなにも伸びるんだよ。やばくない、エブリデイ、やば。これ3つダイエットすればねよかったんだけど、今度私これスクイーズ作ろうかなと思ってまして、暇だったら作ります。これね、あのやっぱこれでもちゃもちゃできないからスポンジ作るんですけれども、作りたいと思います。めっちゃいい、これもちもち。ちょっと入れ物に入れていきましょうね、これはね。はい、続いてもね、同じ種類のミニオンになりますね。ゲット。あと一つは店員さん呼び。2個ゲット。ミニオンもあります。ミニオン漫画、そう、これも最高し、あーいい。私ミニオン漫画食べたよ、そういえばユニバーサル行った時。見てください、まず目が2つです。めっちゃいい。てかミニオンさ、最近すごくない？スクイーズ。うわ、中なんかもう水みたいになっちゃってんじゃん。やば。中もうほぼ水。白い水。白い水だよ、これは。でもこうやってたら、なんかだんだん、泡ができないですね。白い水です。めっちゃ伸びる、でも。スクイーズ、こんなにいいスクイーズ、超久しぶりに出会ったわ。お久しぶりですだわ、ほんとに。はい、こんな感じ、一つ。で、もう一つありまして、これも。ほら、これはちゃんと水になってない、ちゃんとなんかまだ固まってるけど、これをねこう触っていくと、だんだん水になっていくわけですよ。こんなに気持ちいいスクイーズ久しぶりに触った、本当に。でもやっぱりね、ごめん、あのね、多分スクイーズによってなんて思うんだけど、リトルグリーンメンバーがめっちゃいい触り心地、本当に。これもまあいい触り心地だけど、なんか一番もう伸びる、めっちゃいい。久しぶりのスクイーズでテンション上がったな。次は私の最近認定している耳たぶスクイーズ認定ね。こちらの方もしていきましょう。耳たぶスクイーズ認定。おお、スイーズゲット。耳たぶ認定します。耳たぶです。もうこの細さ見てください。耳たぶです。前回マザーガーデンのやつを耳たぶ認定したんですよ。めっちゃ美味しそうじゃない。全然高反発、普通のスポンジって言っちゃえば普通のスポンジです。多分これは食器洗いますね、本当に。うん、甘い匂いがするよ。甘い匂いがしました。スクイーズの匂いする。これ本当1個あるだけで全然違うから、超可愛い。続いて
あの前私オベジャをね、これあの広島でゲットしたんですけれども、これこんな感じでオベジャ1個ゲットしたんですけれども、なんと今回エブリデイでもね紫をゲットしました。中に入ってるほぼ水じゃん、ほぼって水じゃん。こっちはまだちょっと、こっちはま、あ、こっちも水だ。なんだろう、この最近白い水って流行ってんの、牛乳、スクイーズに牛乳入れるの流行ってんの今。やっぱどっちもいいですね、プルンプルン感すごい。オベジャ、オベジャになります。続いては私持ってなかったんですけれども、どら焼きになります。やったー、ゲッチュ。こちら持ってなかったんですよ、みかんのどら焼きだって。こんな感じになって袋の上からじゃ伝わんないよね、切れと。わかりました。もう私はこの袋を切ってしまうのです。切ります。一応綺麗に切ってきました。わあすごい、もちもちだ。わあすごい、低反発。あ、匂いは無臭。すごい、ちゃんと低反発。ほら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 、これも耳たぶ認定ちょっとできそうな気がするよね、この薄さ。いい、これはちゃんとしまっときましたね。はい、こんな感じですね。続いてもちょっと似てるんですけども、これも開封しちゃう、開封もしちゃう。やっぱ最近ディズニーのスクイーズすごい増えてるよね。もうキャッチしやがった。ハンドパワーしてきました。ゲット、ゲッチ。バームクーヘン、ディズニーランドの匂いする。ディズニーランドディズニーランドの匂いするんだけど、なんかディズニーランドのあのあれだね、あのビッグサンダーマウンテンとかあるところの匂いする。もうディズニーランドだ。一応こんな感じで、高反発すぎず低反発すぎずのもちもちタイプ。ディズニーランドの匂いするバームクーヘンスクイーズ、そのまんまです。袋が可愛いよねこれ、なんかみたい。こちらなんとオレンジもあります。あー、これもディズニーランド同じだ。杏仁豆腐の匂いもするんだよね、なんだろう。あ、でもこちらがちょっと低反発、低反発、低反発、低反発。ミキーバームクーヘン、意外と低反発、いい感じ、かわいい。これもね同じです。続いていきましょう。続いてもミニオンなんですけれども、こちらミニオンですね。もうユニバーサルとね、あのディズニーめっちゃ多いからスクイーズ。これうわすごい、バナナの匂いする。うわすごい、あ、バナナのバナナスムージーの匂いする。すごいもちもちだし、めっちゃいいじゃん。私後ろの方が好き、こういうの。めっちゃバナナの匂いする。やばい、これバナナだ。バナナの匂いする。バナナパンだね、本当にバナナパン。めっちゃバナナの匂いする、いい匂い。ミニオン見に行きたかったな、映画面白そうだった。あれいいね、袋も可愛い。またこれも何種類かありました。あとですね、あの視聴者さんからいただきました、なんとこれチルチルの、そうありがとうございます。すごい声かけてもらいましたよ、めっちゃ声かけてくれた。うおーいいね、もうほんとユニバーサルとディズニースクイーズね、いっぱい出してる。こんな感じです。次これね、
私はね、これ何かなと思って、スライムだとずっと思ったの。どうせキラパテだろうな、キラパテだろうなって思うじゃん。で、日本スクイズセンター行った時これ売ってて、何かと思ったら、見てよ、行くよ。あ、え、あ、これビリビリパターンだ。はい、行くよ。パカ、見て、やばくない？もうこれサムネだよね。サムネ取れた。くっそ、あれだあれだ、タイヤだ。匂いが、本物が入ってんのよ。本物じゃないけど、まあ、こういう系ずっとスライムだと思ってて、これいらないしとか思ったんだけど、うわだからスライムだと思ったら違ったよ。これ焼きそばだった。私でも焼きそばはやっぱりね、ペヤングよね。ペヤング、 I love ペヤング。本当にこれは自転車屋さんの匂い、やばい。うちは耐えられる、この匂いは。あー、自転車屋だみたいな。これ焼きそばの匂いとかしたら、でも逆に気持ち悪いけどね、焼きそばの匂いとか。熱湯6時間35分とか出る、これ面白い。ちゃんとこれ見て、箸がついてるの。足もっと乗って、もっと夏い、いいね、かわいい。パロディ感大好き。プラスティック感